ハリー・ポッターザ・フォービドン・ジャーニーは世界のユニバーサル・パークスリゾーツにあるハリー・ポッターをテーマにしたモーションベースのダークライドである。2010年6月18日にウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターにオープンした。オープン当初、パークは革命的な360度のテーマパーク経験、さらにライブアクションの高度なロボット工学技術と 革新的な映画制作の最初のコンビネーションだと話していた。2014年7月15日にウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターにオープンした。アトラクションの映像は 4K 解像度となっており、フロリダのものと比べてより鮮明になっている。2015年5月21日には映像を 3D 化するリニューアルが行われた。2018年3月16日、 ハリー・ポッターザ・フォービドン・ジャーニー完全版として2度目のリニューアルが行われ、映像のフレームレートが 60fps から 120fps にアップし、鮮明で滑らかな動きが実現した。それに伴い、視界を狭める 3D ゴーグルの装着が不要となった。ドラゴンの吐く炎や、ディメンターの冷気などの特殊効果もリニューアルし、臨場感が向上した。 現在はアトラクションを利用せず、場内を見学するだけのツアー、ホグワーツキャッスルウォークも実施されている。2016年4月7日にウィザーディングワールドオブ、ハリー・ポッターにオープンした。2021年5月にオープニングアトラクションとしてオープン予定。ホグワーツ魔法魔術学校の門を潜り、映画や本に登場したアイテムを見ながら、ダンジョンの旅が始まる。その中には、 溝の鏡、ホグワーツ家の宝石、ホグワーツの創設者が描かれたおしゃべりな肖像画などがある。廊下を進むと、校長室、闇の魔術の防衛教室、グリフィンドールの談話室などの部屋が再現されている。校長室では、アルバス・ダンブルドアが、カスバート・ビンズが、学校の歴史についての講義していることを知らせ、すべてのマグルを歓迎している。闇の魔術の防衛教室では、 ハリーポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイ・オニー・グレンジャーは、クイディッチの試合にゲストを連れて行くため、透明マントの下から現れる。ロンは呪文を唱えようとするが、うまくいかず、雪が降るなどのいくつかの魔法のうちの一つが、発動する。次に、ゲストは、組分け防止と、絵画から安全の注意喚起を受ける。アトラクションは、ハーマイ・オニーが、 ゲストにフルーパウダーをかけるところから始まり、ゲストに天文台へと行くように指示する。ゲストは段度を通り、天文台に入り、オープンアーチから、ホグワーツの境界外の丘や湖を眺める。ゲストが天文台のアーチから出ると、ハリーとロンの後を追って、ホグワーツの建物や塔を回り、クイディッチの試合を観戦する。ハリーとロンは、橋の下に移動する際に、 ルビウス・ハグリッドはゲストを歓迎し、ドラゴンを見たかどうか尋ねる。その瞬間、ハグリッドのペットのドラゴンがゲストを追いかけ始める。ライドは、ホグワーツ裏の谷を渡る橋の中に入り、床から落ちた後、火を吹くドラゴンの攻撃を受ける。禁じられた森へとやってきたゲストは水を吐く、大きなアラゴグ、遭遇する。ハーマイオニーがゲストを、アラゴグから助けようとすると、 暴れやナギに遭遇し、弾き飛ばされ、ハリーとロンのクイディッチの試合場へと戻る。スリザリンがゴールを入れると、ディメンターがクイディッチのピッチに現れる。ハリーは彼らから逃げようとするが、秘密の部屋に落ちてしまう。すると闇の中から何十体ものディメンターが現れ、その中の一人がゲストの魂を吸い出そうとする。ハリーは、エクスペクトパトローナムの呪文を使い、ディメンターを倒すと、 ホグワーツに戻り、大ホールや大階段にいる生徒たちの声援を受ける。ダンブルドアは、ゲストを褒め叩たたいた後、フルーネットワークを介して乗り場へと送る。ホンアトラクションでは、映画シリーズの主要キャラクターが多く登場し、それぞれが当時の俳優によって再演されている。ホンアトラクションは、空間のロボコースター技術を採用しており、ロボットアームがコース上を走行しながら、 シートが回転するようになっている。肩の上に取り付けられた安全バーは座席でゲストを固定するために使用され、単一の放物線上の金属製のバーはハンドクリップとして使用されている。アトラクション終了後、ショップであるフィルチの没収品店に出る。ユニバーサルクリエイティブの社長であるマーグウッドベリーは本アトラクションを ゲストが知っているようなテーマパーク体験を一変させる、これまでにない技術を利用した、ハリー・ポッターの世界をより深く見ることができる、アトラクションであると評している。2007年1月、アイランズ・オブ・アドベンチャーに、ハリー・ポッターをテーマにした、エリアできる可能性があるという噂が浮上した。これに続いて、プロジェクトの一部は、空間のロボットアーム技術にちなんで、 ストロングアームというコードネームが付けられたという噂が流れた。同年5月31日、ユニバーサルはワーナーブラザースと提携し、ウィザーリングワールド・オブ・ハリー・ポッターがアイランズ・オブ・アドベンチャーに建設されることを正式に発表した。同年10月下旬にエリアの建設準備が始まり、2008年2月にはアトラクションの建設が始まった。 2010年前半に工事は終了した。アトラクションは6月1日に営業を開始し、6月18日に正式に一般公開された。2018年6月4日に 4K120FPS にアップグレードされた。2012年5月5日にロサンゼルスタイムズはユニバーサルスタジオジャパンにも同エリアが建設されると報じ、アトラクションの一つとして、 本アトラクションが確認された。日本では2014年7月15日にオープンした。2015年5月21日に 3D 効果が追加され、2018年1月18日に 4K120fps にアップグレードされた。同年3月16日に 3D 効果が削除された。2011年12月6日、 ユニバーサル・パークス・リゾーツは2016年にユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに同エリアをオープンしアトラクションの一つとして本アトラクションを建設することを発表した2016年4月7日ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにウィザーリング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター・ホグズ・ミードがオープンし本アトラクションとフライト・オブ・ザ・ヒッポグリフがオープンしたフロリダのものとは異なり 3DHD テクノロジーを採用しており、ゲストは 3D のクイティッチゴーグルを着用していた。3D 効果が削除されたのはわずか8ヶ月後の12月4日だったが、2017年3月28日に 4K120fps にアップデートされた。空間のロボットアームホーンアトラクションは、ダイナミックストラクチャーズ、空間、ロボコースターによって提供された。 ロボコースター G2 ライドシステムを特徴としている。第1世代のロボコースターシステムは、静止したプラットフォームに固定された空間のロボットアーム技術を特徴とし、第2世代の G2 システムは、5 0トラックにアームを取り付けていた。これは、2003年のイヤーパトレードショーで、初めて公開された。同じ頃、アイランズ・オブ・アドベンチャーにこの技術を使った、 バンヘルシングをテーマにしたアトラクションが建設される可能性があるという噂が流れ始めた。これらの計画は後に発揮され、最終的には同じ技術を使用した本アトラクションが同じ敷地にオープンすることになった。ライドの座席はトラックにあるロボットアームに取り付けられている。これによりライドの商用素と同期した動きをしながらアームがアトラクション内を移動することができる。 このコンセプトは2004年のヤーパのトレードショーで初めて登場した。この複雑なライドの欠点は故障した場合、暗い閉鎖された空間で後ろに傾いているような不快な位置で足止めされるゲストがいることである。ラップアラウンドプロジェクションが使用されているライドの3つのセクションでは、各ロボットアームはトラック上で安定した動きを続けているが、 全く同じペースで移動する個々のパラボラプロジェクションスクリーンとプロジェクタによって演出されている。各投影セクションでは6つの巨大なスクリーンを外側に向けて設置したターンテーブルを使用しており、各ロボットアームが通過する際に一つずつ設置されている。ロボットのアームはそれから自由に動作し、回転し、そして湾曲した区域内の各ライドを回転させることができ、 当社と同期した時極度の動きの錯覚を与える。一方、トラック上のアームの基板は回転するにつれて各スクリーンが通るゆっくりとした円形の経路をたどる。このため、ライドの格闘影部は各ライドアームが設定された時間の間、角度1サイズの投影スクリーンのターンテーブルに追従しなければならないため、ほぼ同じ長さとなる。本アトラクションは ユニバーサルクリエイティブが、ワーナーブラザースレクリエーショングループと提携してデザインしたものである。アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン、シュリック・ヨン、ディ・アドベンチャー、リベンジ・オブ・ザ・マミーなどを手掛けた、ティエリー・クープが、ドーライドのクリエイティブディレクターを務めた。本アトラクションは、その革新性とテーマ性で広く称賛されている。アバウト・ドット・コムのアーサー・レヴィンは、 本当に不思議な場所に連れて行かれたと感じた。フルーネットワーク、空飛ぶベンチ、そしてふわりと音を立てる柳は実際にあるように見えた。と述べている。彼は5つ星のうち5つの評価を与え、このアトラクションはこの種の中で最高だったと書いている。テーマパークインサイダーのロバート・ナイルズはユニバーサルクリエイティブのライドのディテールへのこだわりを称賛している。ナイルズは 同社は、その期待をほぼ不可能なほど高く設定しており、このライドは、テーマパーク業界の歴史の中で、最も先進的で、魅力的なアトラクションであると書いている。インサイド・ザ・マジックのリッキー・ブリガンテは、このライドを、誰もが見逃すべきではない衝撃的な旅と表現、したが、ストーリーとの連続性の欠如を批判した。アミューズメント・トゥデイの年間ゴールデンチケット賞では、 本アトラクションが2010年ベストニューライドに選ばれた。2011年から2015年まで5年連続でベストダークライド部門を受賞し、2016年と2017年には2位に転落した。ありがとうございます。